情報がね。はい、ちなみに、幸宏さんからなんか今回のレコーディングでこんなことあったみたいなエピソードがあったりしますか？店長はですね、靴下もサイズ違ってる。ちょっと待ってください。それは、はい、あ、それも今顔で違ってましたけど何かっていう顔をされてましたよね。だってジャケットとかもここら辺違う布のとかあるでしょ。いや、まあ、あるけど、でなんかこう破けたの縫ったみたいな、 あのパッチ、ね、そうワークみたいな感じ。それちょっともう交換時期じゃないみたいな服が多いじゃないですか。それがでもおしゃれですよね。だから、ええ、もうちょっとしたら左右違う色の靴下を組み合わせて売るんですよ。え、あ、それ一歩先んじたっていう、5歩ぐらい5歩先んじたっていうことで、はい、これハヤトさんよろしいですかね。だからね、普段見てても、はい、あれこれ右左一緒かなって思うことはよくありますね。靴とか見てても、あれそれ大丈夫かな。なんか光の加減によって色が変わるようなスニーカー入ったりするんですよ。あ、はい、だからあれこれわざとかなみたいな。今日は靴までついに違ったかな、俺が間違ってんのかなみたいな。逆にこちらが不安になるぐらいのね。そうね、そして僕ね、ま、全ての曲もちろん好きなんですけど、スパイラルって曲大好きで、これ幸宏さん、あ、はい、ね、はい、これ結構男の子的にグッとくる感じの、ライブとかで暴れられそうな感じの曲なんですけど、うん、これ作られてますけども、はい、その曲に対する思いなんかもぜひ聞かせてください。そうですね、ライブで踊り狂ってもらえたらいいなと思って、うんうん、作り始めました。このアルバムにはその各メンバーの方が作った曲もちろん入ってますし、歌われるのはハイドさんだったりするじゃないですか、うん、ハイドさんが歌われるときに、その各々のメンバーが作ったやっぱり手触りとか違いますか、歌ってても、その詩とかもそうでしょうし、メロディーとか違いますね。もうちょっと具体的に、こんな雰囲気とか、このメンバーが作った曲はなんか、あ、こんな感じだったんだ今回とかって、なんかもしもあれば、今回というか、なんかやっぱり特徴がありますよね。はあ、うん、それもうちょっと具体的にその辺をせっかくだから聞きたいなっていう、言いづらい部分あるかもしれない。ケンちゃんのはなんかちょっと難しいっていうか、はあ、不思議なメロディーラインとか、はいはい、まあ、俺が思いつかないようなメロディーラインとかが多いかな、はいはい、でもなんか歌、それが体の癖になるとそう気持ちいいラインだった、はいはいはい、てっちゃんのはなんか息継ぎしづらい曲が多い。あ、なんかずっとメロディーがつながってるようなのが多いかな。じゃあレコーディング的にも結構ちょっとなんか自分なりに気合い入れて歌うぞみたいなのもあったりとか。そうですね、はい、息継ぎどこでしたらいいのかなとか、うんうんうん、はい、あと幸宏さんは、キーのは、ええ、なんか同じ言葉が繰り返すのが多いから、ね、そう思ってたら最近ガラッと変えてきた、変えてきたなっていう今回、ね、今回全然違うねって言ったら、うん、頑張ったって、そして、元就くんですかね、メッセージ来ております。いつも応援してます、このキスという曲はどんな思いを込めて、レコーディングされたんですかということなんですけども、このキスという曲は、ね、難しいですね、思い、それぞれ曲作っててね、アルバムとしては本当みんな適当にそれぞれ考えて、適当じゃないです、まあまあ、まあ、その曲ごとにね、はい、思いがあってっていう、感じね、あれの曲順とかって今回どんな感じで決めていったんですか。曲順はね、いつもでもないか、今回もって感じなんだけど、はい、曲は全部レコーディングし終わって、さあどうしようみたいな感じで、あ、そうか、全部終わった後に決めていくんです。そうそうそう、で、今回は夜中レコ、ミックスダウンっていうかね、うん、それが終わってから、はい、夜中の12時1時ぐらいからスタートして朝方ぐらいまで、おこう、ああでもない、こう並べてで、また聞いて、またちょっと変えて、でなんとなくみんなの不満がなくなってくるポジションがなんとなく明け方になってできてきて、それ疲れてるせいかもしれない。そこからまた曲間決めっていうのがあるんですよ、うんうん、曲間って微妙に 0. 何秒とかこう、そう、何気なく皆さんこうね聞いてる2、3秒の間、うん、すごい真剣に3回ぐらい、うん、あ、もうちょっと長めみたいな、うん、
もう一呼吸伸ばしたり、その呼吸に鉄がうるさくてね。あれ、それ、それ鉄さんこだわるんですかやっぱり。いや、ぼ、まあ、僕だけでもないですけど、はいはいはい、ちょっと長くとか、そうですね、その気持ちいい感じで次の曲に行けるようにとか、うんうん、それで全然変わっちゃうんだよ雰囲気、うんうん、曲感で、うん、まだまだメッセージ紹介しようと思うんですが、その前にですね、あのキスといえば、あの109メンズとラルクアンシエルのコラボレーション広告が渋谷の駅前にドーンと登場しましたけども、あれも結構衝撃的な、まさにキスというか、はい、あれの撮影の話をまずハイドさんと、ね、テスさんが、はい、あのキスなんですけど、テスさんは口を固くなにこうでもなんか最初のキスってああだったなみたいな感じのこうねガッて当たる感じのなんかで、ハイドさんの方は結構熟練のな感じのねっていう、やっぱ恥ずかしいですよね、ああいうのって。やっぱ撮影の時ってちょっとキスしてくださいって言われるんですか、ああいうのって。いや僕も本当覚えてないです、あの時のこと興奮状態そうなんですかね、何があったか覚えてないですか。本当ですか。じゃあテスさんの方は、ああのちゃんと歯は見られときあれチューしてますよね。いや覚えてないですよ。あ覚えてない覚えてないと思ったら、あのケンさんとユキヒロさんはあれキスしてないよね、してない、慣れてますからね。え、何がですか。あの僕とユキはキス慣れてしてもしなくてもどっちでもいいんですよ。いやいやいや、もうそこまでだから悟ってる。そう、撮影だからっつって今キスしなきゃいけないっていう話じゃないもんね。そうね、なんでないもんねってちょっとなんかおねえな感じに今あれ、ゆきよさんどうだったんですか、あの撮影の時は。僕はもう待ってましたって感じで。ちょっと待ってくださいよ、はい、なんか こっちと全然違う感じでなんか待ってましたっていう、うん、よくレコーディング中とかもう振り向くとチューしてます、ね、ちょっと待ってください。え、あれって結構パパッと撮って終わったんですか、すぐに。もうちょっとこうしてあしてとかって言われて。いやもう OK テイク出てるけどもうちょっと行こうよみんな片付け始まってんのにまだやってるみたいな。あれって大きくなったのご覧になりました。この間ね、この間何ですか、はい、何か作業してて帰り道ちょっと看板見て帰ろうぜって、はい、メンバー全員で。あ、俺はとりあえず一人で帰りがてらちょっと覗いて帰ろうって、まあ夜中の2時ぐらいですかね、もっとかな、うん、でかあそこの看板の前に車つけたら後ろにケンちゃんの車が止まってた。そう、たまたま見たことある車やなもしかして。そう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 、でこう降りて、ちょっと工事のおっさんとかいたんですけど、気にせずに二人で降りて、あの看板の前でチューするふりして二人で写真撮ったんですか。撮りましたね。はあ、はい、この二人の組み合わせも良かったかもねなんて思いながらこうやって。それは、あれテストとか見てないですか。僕はあの別の日ですけど、あの見に行きましたよ。あ、本当ですか。あの渋谷行く用事があって、ちょうどあそうだと思って目の前に車止めて見てたんですけど、昼間だったんですけどね、誰も気づかれません。写真は撮らず。撮りました。冷めた、はい、車の中から。中からね。ゆきひろさんどうなんですか、ちらっとご覧になりました。はい、僕も夜中に一人で見に行きましたよ。一人俺とケンちゃんのチューはどんなもんかな。どうでした、でっかくなっててご覧になって。いや、これでやっとこう人前でチューしても怒られなくなるな